スノスト、キンプリ、批判のスタート者独自サブスクは、年間100億円超ビジネスも、桁違い、韓流に飲み込まれるの声が上がるわけ。12月8日、スマイルアップ、旧、ジャニーズ事務所,所、所属タレントのマネジメントを行う新会社の社名が、スタートエンターテインメントに決まったと発表されてから約10日。 スタート社の代表取締役 CEO には、ノン・ノーネン・レナ30のマネジメントを担当する株式会社スピーディーの福田敦志五58が就任。来春の本格指導に向けて準備が進む。しかし、12月18日には俳優タレントの風間俊介40が、 今月いっぱいで独立することを曜日パーソナリティを務める朝のニュース番組 ZIP。日本テレビ系で報告。スタート社とは契約をせず、個人で活動していくことをするなど、まだまだ大きな動きはありそうだ。岡田純一さん、43、二宮和成さん、40、生田斗真さん、39、とどんどんやめていっていますよね。 まだまだ対処者は続くと見られていますが、スタート社も手をこまねいているわけではない。新たな方表していますよね、女性誌編集者。スタート社は、立ち上げた公式サイトで独自の音楽配信サービスを立ち上げることを発表した。スタート社は独自の音楽配信サービスを立ち上げる発表と同時に、米国、韓国等。 世界展開を目指すグローバルしています。ですが、スタート社が新たな楽曲や、その他のコンテンツを楽しめるサブスクリプション、定額制、配信を立ち上げても、喜んで加入するのは既存の国内ファンだけ。そのため、アマゾンミュージックのような既存のサブスクで楽曲を解禁しろよといったツッコミが相次いでいる。もあります。全道スタート社の動きは、 世界に旧ジャニーズのエンターテイメントを広げるどころか、目先の収益面を求めるドメスティックな動きにも感じられる。一方で芸能プロ関係者は、確かに、現在の旧ジャニーズが独自のサブスクを立ち上げたところで、ファンしか加入しないでしょう。このサブスクによってのグローバル展開が叶うかといえばかなり疑問。しかし、 スタート者が独自配信サービスで稼げる金額を考えたら、やらない選択肢はないんですよね。と話し、こう続ける。すでに旧ジャニーズ事務所には、旧ジャニーズファミリークラブという、各グループタレントごとに個別で入会できる、年会費4000円のファンクラブ組織が存在します。所属グループで会員数トップは、活動休止中の嵐で、 一説には会員数は300万兆と言われている。ついでスノーマンが 120& プリンスが100万人以上だと言います。今年12月には、ストーンズのファンクラブ会員番号が80万台を突破したことも明らかになっています。スタート社が始まれば、またファンクラブの形、運営方法も変わるでしょう。全グループがスタートるかも、 まだ明らかになっていませんし、スマイルアップ。旧ジャニーズ事務所からの移行が必要ですよね。それによって、ファンクラブの会員数も変わってくるとは思われますファンたちがファンクラブに加えて、サブスクにも入ってくれれば、かなりの加入者数になるのではないでしょうか。